ルドルフ・ハプスブルク・ロートリンゲンは、オーストリアの旧統治者家ン、ハプスブルク・ロートリンゲン家の一員。最後のオーストリア皇帝、副社カール一世の逸夫、末息子。元皇帝カール一世とその妻で、パルマ公ロベルト一世の娘である、チタ皇后の間の、第六子、逸夫として生まれた。先例名は、ハプスブルク家出身の最初のローマ王ルドルフ一世に、ちなんでいる。 両親の亡命先であるマデーラ島で幼少期を過ごしたが、1922年に父が死ぬと家族と共にベルギーに移住した。1940年、ナチスドイツ軍の西側への侵攻を逃れて、家族と一緒にカナダへ渡り、ケベックの大学で経済学を学んだ。課長である長兄、オットーの指示により、アメリカ軍に入隊し、軍の特殊任務で偽名を使って、 アンシュルス後のオーストリアに送り込まれ、そこで、ハンナチのレジスタンス運動に参加している。戦後、ウォールストリートで、証券会社に勤務し、さらに、ベルギー領コンゴに移住して、コーヒー農場を経営するかたわら、ベルギーで銀行取締役を務めた。1953年6月22日に、ニューヨークにおいて、ロシア人亡命貴族のクセニアチェルニシェバ・ベゾブラソバ、 白爵夫人と結婚し、マニ4人の子女を設けたが、クセニアは1968年に、ベルギーのエノー州、ソアニーで交通事故により亡くなった。ルドルフは1971年10月15日に、バイエルン州のエリンゲンにおいて、ブレーデ・コーカールの娘アンナ・ガブリエーレと再婚し、マニ娘を一人設けている。1980年、ルドルフは1919 19年4月10日に、 オーストリア共和国政府の制定したハプスブルク家の財産没収、国外追放に関する法律が自らに適用されていることが違法だとオーストリアの裁判所に訴え、勝訴した。同法の制定後に生まれた自分が定位請求権放棄を宣言しない限り入国を禁止されるのは不当であるというのがルドルフの主張であった。2010年に死去し、スイス、 アールガウ州のフライアムトにあるムーリ修道院に葬られた。次男ジメオン大公最初の妻クセニアとの間に4人の子女を設けた。2番目の妻アンナ・ガブリエールとの間の娘を1人設けた。 A B C K A I S E R S O H N R U D O L P H H A B S B U R G DASH L O T H R I N G E N G E S T O R B E N A U F D I E P R E S S E D コムフォーム二十五前二千十ケイザーセンデドルフハプスバーグロートリンゲントワウフダーシュスタンダードアットフォーム二十五前二千十ハンスフリードリヒホンエレンクルック ジーニー・アレジェス・チャス・ハンテブック・デ・アデルズ、バンド100、ストック、リンバーグ1991、ISBN3 から798007004、S99E ・ローター・パクト、CJ、e. ・グリーン・ウッド、インターナショナル・ロー・リポーツ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ロンドン1988、S475 フォルティシモ。ありがとうございます。